さあ、I リーグアンダー18の3部プレーオフ昇格先行試合、昇格決定試合となりますが、残り時間わずかというところで、2対1で盛岡西洋高校が黒沢寺北高校をリードしておりますが、盛岡西洋高校ゴールキーパーの岡家くんが上げていきました。さあこのボール黒北が取ります。ああ西洋が取り返して長い、しかしこれは黒沢寺北のさ、あとやってしまった、イエローが出ました。8番の板橋です。そして1人4番の大和田、後半途中から出場したんですがちょっと足をつって大変そうです。黒沢寺北高校のフリーキック、冷たい秋風が吹いていますが、さあその風に負けずまず盛岡西洋がマイボールにして、あーいやマイボールで、さあ左へ、さあ中へ、あーしかしダメ、合いませんでした。西洋のスローイン、さあ中へ、これはちょっとルーズになって、12番の千田です。ゴールキーパー黒沢寺北からすればもう時間はありませんが、さあここ11番の高橋慶心から14番の、あーしかしこれは14番の高橋、これが右に外れてしまいました。さあ残りの時間はもうありません。黒沢寺来た時間がない、ここでチャンスを逃してしまった。アディショナルタイムに入るところ、さあ盛岡西洋の須藤からこのボール、出た。西洋高校のスローインが続きます。さあこのボールは思えからさ板橋、しかし今度は吉田、しかしさあここで試合終了です。今クロスを上げたこの瞬間で試合が終わりました。あ、勝ったのは盛岡西洋高校、2対1で勝利。盛岡ブロック優勝の盛岡西洋高校はこれで来年の2部昇格ということになります。今年大きく成長した西洋、来年以降に期待を持てる試合になったのではないでしょうか。